まあ、皆さん、ミジンコ生活いかがお過ごしでしょうか？ということで、まあ、こちらの方、ちょっとね、反射して見にくいんですけれども、まあ、今ね、ミジンコがこの辺。ちょっと奥にピントが合っちゃって、これ後ろなんで。ちょっと明るいとね、見えないかなと思います。まあ、今ね、ここのとこにミジンコがいます。という感じになってるんですが、まあ、以前のね、動画の方でもちょっと、こんな感じどうですかって言った部分。まあ、それがね、まだ同じような形で稼働しております。まあ、爆食君2台。まあ、8リッターのバケツとクリアケースのもの。そして何もないバケツということで、まあ、こちらの方の、まあ、クリアケースの方ですよね。こんな感じに今、ミジンコいますし、まあ、こちら8リッターのバケツの方も、もうこんな感じでずっと出てきておりますよね。これもですね、まあ、動画を撮った後とかでも、またここから抜いております。ミジンコ。そして、まあ、こちらの方のバケツの方に入れて、今ね、端っこの方にかなりいるかなと思うんですけど、まあ、こっちの方に移して、まあ、メダカにあげるというような流れをとっております。で、これ、リセットはね、今のところしてない状況なんですよね。まだね、一週間は経ってないかなっていうところなんですけれども、まあ、でもね、こういう形で稼働させることは可能です。で、増えなくなってくる状況にはなると思うんですよね。で、増えなくなってくるっていうタイミングを見るっていうので、ポイントになるのは、この培養液がこのような形で茶色にならないっていう状態。まあ、茶色にならないような状況になったらもう増え方が悪くなってるので、その場合はもうリセットをかけてあげてください。で、大体ですね、ある程度量がね、こういう感じにミジンコが増えてる状態になってくると、まあ、ここからだいたい1リッターとか、まあ、毎日のようにこっち側に移したりして、まあ、メダカにあげたりして、そうするとここに残るんですよね、ミジンコが。で、残った分、また培養液を足してあげると、色がすごい緑になります。で、緑になって、まあ、だいたいね、翌日とかに、こういう感じにまた茶色くなってる。この状態っていうのは、まだまだミジンコが増えるような環境にあるってことなので、また同じようにここから、こっちに移して、っていうことをね、繰り返してあげてください。こちらも同じ。同じようにこうやって透けて茶色くなるっていう状況であれば、まだまだ増えるってことですよね。だからかなりいると思うんですよね。こんな感じにいます。だからこれも、抜いてるんですよね。もうすでに3回ぐらいかな。3回か4回ぐらい抜いてるけれども、今でもこんな感じに増えてきておりますので、まだずっと回せるような状況です。だからこうするとね、1週間に1回、まあ、こっちをリセットかけてあげて、で、こっち側の方にミジンコを避けておいて、リセット後にまたここにミジンコを戻してあげて、で、一週間、ここからこっち側に移したり、メダカにあげたりっていうような使い方もね、まあ十分できるので、そんな感じで、ちょっとね、お試しをしていただくといいかな。そうするとね、リセットが、まあ一週間ぐらいなんで、まあ伸ばせるっていうのではね、非常に楽ちんなような気がします。そしてですね、皆さんにね、こう、ミジンコを育てるものというのをね、こうやって培養液とか、あとは爆食君というのをね、ご用意させていただいてますが、ようやくというかね、やっと、まあ、ちょっとね、ミジンコ、生態の方をね、皆さんにお届けしようかなというような段取りになりました。で、今ね、発泡スチロール。まあ、これはね、ちょっと中古のうちに送ってきてもらったやつなんですけれども、まあ、新品の発泡スチロール。まあ、こういう状態で販売をさせていただきたいと思います。まあ、ミジンコの、まあ、スタートセットというような感じで、まあ、皆さんでね、これがあれば基本的にもうミジンコが育てられますよっていうようなシチュエーションで用意をさせていただきたいと思います。今だとね、まあ、皆さんにミジンコはね、別で用意をしていただくような感じになってると思うんですけれども、それをですね、まあ、ちょっとこういう感じで、発泡スチロールの中に入れてお届けしたいなというふうに思っております。で、結構ね、まあ、このフリマサイトとかでかなり安い感じでミジンコ売ってると思うんですけれども、基本的にあの辺は猫ポスで送られてきます。なんかポスト投函というような感じになってくるので、まあ、今後ね、まあ、日差しが強くなってくるっていう状況になると、まあ、ミジンコとしてはね、かなり酷な環境となってきます。だからまあ全滅とかね、という可能性っていうのも非常に高くなってくると。で、こちらの発泡スチロールで送らせていただきます。で、この発泡スチロール、今中にね、
いう形で、まあ、こんな感じで、ちょっとね、セットしてあります。で、中身としては、まあ、こちら、いわゆるまあ、うちの方で販売をしてます培養液。まあ、これがね、こういう感じで、まあ、パッキングをされております。これが、2つ入っております。で、そして、中にミジンコが入っているというような状況。ミジンコの方はですね、まあ皆さんメダカとか買われて、ね、ネットとかで買われてっていうのでわかると思うんですけど、まあ、こうやってね、ちょっと空気が入っているような形で送らせていただきます。ゴムとかでね、止めてないですね。ここのとこピキッと止めてありますので、基本的には漏れる心配はもう全くないような状態で送らせていただきます。で、こちらの方はですね、このパッキングをして、2日、ちょうど丸2日経った状態ですね。だから48時間経ったような状況になっております。で、これがですね、3月の25日の11時に、このパッキングをしました。で、今が3月の28日の11時回ったとこなんで、まあ3日経ってるような状況なんですよね。そうすると、かなり、まあ茶色いっていう状況ですが、まあまあね、生きててくれております。ちょっとね、見にくいかもしれないんですけれど、このような形で今、見えますかね。ただこれはね、パッキングをして家の中に置いていたっていう状況なので、まあ輸送するとこうやってね、揺れたりっていう状況があるので、まあ環境の変化が若干あるので、全くこの通りにはなるとは言えないんですけれども、まあ一応これでね、まあ2日とか、結構ね、持つような感じで送れると思うんですよね。で、結構エコポスとかだともう翌日の午前に受け取れないような方はちょっとご遠慮くださいみたいなね。そういう感じがあると思うんですけれども、まあこのパッキングだと、まあ比較的日本全国大丈夫かなと思います。で、ここ愛知なので、まあ北海道とかね、あと九州、まあ沖縄とか、まあそういうとこだと、まあ1日半、2日ぐらいかかるんですよね、どうしても。当日、翌日の午前中着だと、まあ、こちらの方から送ると大体、まあ、関東、あと関西あたり、まあ、東京、大阪とかね、そのあたりは大体午前着とかで着くんですが、それを超えると午後着とかになってきます。中国地方とか、まあ、東北とかってなってくると、もう翌日の午後着、もしかすると翌々日とかにもなってきたりするっていうことなんですよね。まあ、そのぐらい少し時間がかかるっていう状況がありますので、まあ、このパッキングでいけば、ある程度は、まあ皆さんのところにね、生きた状態でお届けできると思いますので、まあもしね、ちょっと、なかなかね、ミジンコが購入ができないなっていうような状況の方は、まあちょっとね、一度お試しください。ただ、どうしてもね、まあ試着が出る可能性はありますので、試着保証はね、ちょっとなかなかできません。全滅をしてるような状況であれば、まあこういう状況のパッキングのまんまで、ちょっと写真を撮っていただいて、まあ、そちらの方でね、こちらの方もね、確認をさせていただいて、まあ、それで、全滅ですねっていう状況でしたら、こちらの方からね、また送らせていただきますので、で、多めにね、入れておきますので、まあ、生きてる状況であれば、基本的に、まあ、増やすことは可能かなと思います。で、こういう状態で、この発泡スチロールをそのまま使ってあげてください。そして、この培養液を使っていただければ、基本的にそのままできます。で、用意していただくのは、網を用意して。まあ、ちょっとね、こういう網はなかなかないかなと思うんですけど、普通の網で OK です。売ってるこういう安いのでもいいです。で、これちょっとちっちゃいのなんだけど、まあ、大きいやつの方がやりやすいかなというふうな気がしますので、まあ、網はね、用意しておいてください。あと、ちょっとね、分ける、まあ、容器みたいなのも、ちょっと用意しておいていただくといいかな。こんな感じ。まあ、なんでもいいです。もう本当に、100均で売ってる虫かごみたいなやつとかでもいいし、バケツとかでも何でもいいので、とりあえず分けれるものを用意しておいてください。で、その状態で、このままの培養液はもうこれ茶色いので使えませんので、これは捨ててしまいます。だからここでミジンコを一回分けます。で、これがね、袋二重になってる形なので、上の袋のところをこう切ってあげてください。二重でね、パッキングしてありますので。で、中にね、もう一重入っておりますから、こちらの方。
こちらの方もね、止めてありますので、こいつもね、開けてあげてください。で、そうすると、まあ、これでミジンコが取り出せるような状況になっておりますので、あとはここからミジンコをこぼさないように、この網のところにね、入れてもらえれば OK です。ちょっとね、撮影しながらだとやりにくいんですけど。だから大きめの網の方がね、正直やりやすいかなと思います。お、ちょっと待った。大丈夫。よし。このようにね、茶色くなってる状況っていうのは、ミジンコが、まあ、ここの培養液をむしゃむしゃ食べてくれてるっていう証拠なので、これがね、緑のまんま、遠くのところに行ってる方で緑のまんまだと、まあ、ちょっとね、状況があんまり良くない可能性はあります。近場の人はね、色変わらないです。で、中にちょっとね、残りますので、水を入れて、ミジンコをきれいに取り出してあげてください。気になる方は、軽き抜きの水を使っていただいて OK です。で、うちのとこだとね、pH テストっていうのを簡易的な紙のやつをやると、pH じゃないわ、塩素のテストをやると、もうほとんど数値が出ないので、なのでね、うちの方ではもうそのまま、ミジンコは水道の水をジャガーンと流しておりますので。よいしょ。ちょっと残るね。よいしょ。まあ、これで、今、ほぼ出たかな。そうすると、今、こんな感じで、今の袋に入ってたミジンコがここにおります。見てもらってもわかる通り、結構生きてますよね。で、これで、まあ、今4グラムぐらいっていうところでしょうかね。まあ、このような形で、一応ね、3グラム以上にはなるようには送りたいかなと思いますので、うん。まあまあそこのところはね、まあ減ったり増えたりしてるかもしれないんですけれども、まあ皆さんでね、ちょっとそこら辺はご了承くださいということで、少し多めには送らせていただきます。で、今この状態にしましたので、あれ今 6.3 なんだ。まあ多分、ちょっとね、これが新しいのにしたんだけどね、ちょっと調子が、今 6.4 になってるけど、こんなもんなのかな。うん。多分これだね。さっきおかしかったね。これに引っかかったかしら。うん。最初5グラムだったので、まあ5グラムで2日、3日で今 6.3 っていう状況になってますから、運んでる間に増えたかなっていうような気がします。そしたら、大きいと思っといてください。で、ここからですね。今度はここの容器を使っていきたいと思います。で、この培養液がですね、大体ね、300ml ぐらい入っております。で、この容器が大体ね、3リッターから3.5、3.7、6ぐらい水量が入りますので、それの1割ぐらいになるような量の培養液が、まあ、2つ。だから2回分あるっていうふうに思ってもらえれば OK なので、これをですね、開けていきます。これを開けて、もうそこに、培養液を入れちゃってください。ビャーン。
で、入れてしまったら、ここに、まあ、水を入れてください。で、水量は、まあ、こんなもんで大丈夫です。大体、まあ、ここの面よりも2センチぐらい、まあ、溢れちゃうといけないのでね、そんなにたくさん入れなくても大丈夫ですし、まあ、この程度入ってれば大丈夫です。多分これで3リッターぐらいかなと思いますね、全体として。で、そしたらあとはね、みじんこ入れてください。まあ、先ほど、用意したみじんこ。まあ、見ていただいてもわかる通り、まあ、3日経ってても、まあ、ほとんど死んでない感じじゃないですかね。もう全然元気なような状況だと思います。これをそのままもう入れちゃってください。はい。こんな感じです。で今ここに、わーっといますよね。もうこれで OK です。あとは、まあ本来だとね、まあ、24時間光を当てていただきたいし、あと水温がね、あまり下がらないようにしていただきたいんですけれども、発泡スチロールなので、この水温はね、下がりにくいと思います。で、今の時期ね、非常に日中あったかいと思いますので、もう日の当たるところにね、置いてあげてください。で、夕方、夜になってきた、まあ日没近くなってきて夕方、今だとまあ4時とかね、まあそんな時間、少しね、あったかさがなくなってくるかなっていう頃になったら、家の中に入れてあげてください。で、蛍光灯の光で大丈夫なので、蛍光灯の光が当たるようなところに置いといてもらって、まあ夜ね、電気を消すっていう状況になると思うんですけれども、まあその場合はもうそのままでいいです。で、翌日、まあ朝になってね、まあ暖かくなってくるような状況になったら、このまま外に出してあげてください。で、この培養液の色が今緑色だと思うんですけど、これがさっきのようなね、茶色の色になっていたら、まあかなり増えてる状況なので、まあそしたらね、間引くかリセットをかけてあげてください。そしてもう一個あるので、こちらの方使っていただければ、まあ2回分ぐらい、これでね、お試しができるかなと思います。まあ、ちょっとね、そんな感じでやっていただければと思います。この、発泡スチロールで、みじんこ、まあ3グラム以上入れていきます。まあ、大体、まあ、4グラム、5グラムとかっていう形では入れたいと思いますので、まあ試着の分も考えて。そして培養液を、まあ基本的には、まあ2回分入れさせていただきますので、まあちょっとね、みじんこを増やすっていうのをね、試してみたいっていう方、ちょっとね、うまくいかないとかね、ちょっとどうしようとかね、どうやって買ったらいいのかなって悩んでる方は、こちらのセットの方をね、一度試してみてもらって、まだ増えるようだったらね、ちょっと自分でいろんなことをチャレンジしていただくといいかなというふうに思いますのでね。またフリマサイトとか、そのあたりでね、まあ、こちらの方を販売させていただきますので、見ていただければと思います。よろしくお願いします。今ですね、これが、だいたい1日弱ぐらいあった状態です。そうすると、まあ、色がね、こんな感じに茶色くなります。培養液の場合は、増えていくと、色がね、すごく変わるのがよくわかるので、もうね、これはね、増えてるっていうことになりますので、だいたいね、このぐらいすぐなってきます。じゃあちょっとこいつ出してみようかなと思います。じゃあこいつをね、出していきたいと思います。はい、こんな感じになっております。じゃあちょっと、重さ。6.9。ちょっと見にくい。7.1。見にくいかな。こんな感じです。最初はね、だいたい 5g、6g っていう状況なので、まあ1日経たないで1g ぐらいはね、増える
っていう状況になりますね。なので、こういう感じで、こちらの方はね、買っていただければ、まあ、簡単に、手軽に、のミジンコの方を増やすことができるかな、というふうに思います。これをですね、もう一個、培養液があるので、また増やしてもらって OK ですし、まあ、ちょっとね、メダカとかにあげてもらっても大丈夫かな。どうでしょうか。こんな感じに。まあ、手軽にね、育てることできると思いますのでね。こんな感じで育ててあげてください。はい。じゃあですね、これが2回目のこちらの方の、まあ、ミジンコスタートセットの様子です。もうこんな感じで1日で、まあ、茶色色になってしまいますので、まあ、これをね、ちょっと開けていきたいかなと思いまーす。結構ね、手軽にできますので、もし興味がある方は一度お試しいただければと思います。はい。これはまたね、そのまま使えますので、よかったら使ってください。まあ、ミジンコに使ってもいいし、メダカでも、これだったらね、全然、保温も効きますのでね、結構便利なサイズなのでね、そのままお使いいただければと思います。そして、こちらが今のミジンコですね。ちょっと重さ測ってみましょう。はい。こんな感じで今 9.2 という風に出ております。こちらの方でね、スタートで、これはね、だいたい 5g ぐらいでお送りしておりますので、まあ、それが、こうやって、ちょっとね、2回ほど育てていただければ、まあ、このぐらいにね、増やすこと自体はできるかなという風には思います。それでね、メダカの方に、まあ、餌としてね、与えていただければ。で、同じような感じでね、やってってもらえれば常にどん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 こうやって増やすことは可能なので、まあね、非常にいいものかなと思いますのでね。で、あとはですね、まあ、培養液、これをね、持っといてもらえれば、まあ、同じようにできますよ。こんな感じでね、かなり黄金色になります。これを使うんであれば、まあ、ここに培養液を入れていく。まあ、これだいたい今ですね、500ぐらい入るので、通常ね、お送りするのは、だいたい 300ml 程度入っております。水量がね、だいたい3リッターぐらいなんで、まあ1割ぐらいっていうような容量になっておりますね。で、今、こうやって水を、この培養液を、こういうね、緑色、結構濃い緑色です。これをね、まあ、そのまま水を入れて、こんな感じで。この水はもうそのままです。だから軽き抜きとかしておりません。我が家のこの水に関しては、まあ、ちょっと簡易的なので測ると、塩素が出てこないので、ではまあそのまま使っております。もしね、ご自宅の方でどうかなと思うんであれば、まあ、天日干ししたものを使ってもらえればいいし、一回ね、ちょっとチェックするやつを買ってもらって、まあ塩素があるかどうか。なければもうそのまま使ってもらっていいかなと思います。で、これがね、今 9g ぐらいあるんで、これをもう一回。まあこれはね、とりあえず使わないので、そのまま入れてしまいます。
はい。で、これの色が変わるようだと、また増えてるっていう状況にはなります。そしたらね、貼っていただいても OK だと思いますし、まあこうやってやってるのをね、まあ株分けして、どん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 こう、増やしていってもらっても OK ということなんでね。まあこれでね、手軽に、まあ今のでだいたい 10g ぐらいに増えてくるっていうことが、この培養液だけでやれますので、ちょっとお試しいただければと思います。